はいどうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。今回は金色の菓子から鉄の男、スーパースターといえばこのお方、ファルコ・フォルゴレについて見ていきたいと思います。キャンチョメの本の持ち主で、イタリア出身の世界的映画スター。キャンチョメとは雨の日にイタリアの路地で出会い、高貴なる魂を認め合った中、長い金髪としたまつげ、割れ顎が特徴。年齢は24歳で身長190センチ、趣味はダンス、ナンパ、おしゃれ。好きな食べ物はオリーブオイルたっぷりのスパゲティで、好きなタイプ、セクシーバンビーナ。絶世の美男子とイタリアの英雄を自称しているが、原作で描かれた時の姿や行く先々でたちまち大勢の女性に囲まれていることを考えると、あながち間違ってはいない模様。女性が大好きで触った尻や揉んだ乳は数知れずであり、ほとんどの女性はその行為に対して喜んでいる。なお、フォルゴレとはイタリア語で雷の意味のようです。自身の思考不幸でキヨマロの怒りを買い、ザケルを食らうこともしばしばあります。名前の由来からザケルを何回も受けていたのでしょうか。ですが、何度倒れても鉄のフォルゴレのテーマで立ち上がるタフガイで、戦いではその頑丈な体を生かしキャンチョメをサポートしております。キャンチョメには無敵だと思われているが、攻撃呪文を受けすぎるとさすがに限界が来てしまう。基本的にかなり純度の高いギャグキャラクターだが、時折非常にかっこいい表情も見せる。仲間に対しては継承役で呼んでおり、自分のファンの女性たちに対してはバンビーナと呼んでいる。作中では主に襟の長い白い上着、赤いズボン、つま先が長いブーツ、靴下もつま先が長いものを着用している。服は戦いの中でボロボロになることが多く、特にズボンは炎や遺産によって尻が丸出しになることがあります。そして、大ヒット曲である父をもげは実際に CD 化された。原作ではこの CD は日本限定でリリースされている模様で、アニメでは地元のイタリアなどでも披露されています。それでは、作中の活躍についてです。スーパースターフォルゴレの初登場は、ガッシュを倒しに来ていた。キャンチョメが嘆いている時にキヨマロの家での登場。さすがスーパースター、モテモテでキスまみれの顔での訪問。この時キヨマロの質問に全く答える気はなく、ただフォルゴレの自己紹介とかしていました。フォルゴレの持ち歌である父をもげの宣伝までする始末。そしてキヨマロからザケルを食らっておりました。ボロボロになり、キャンチョメが鉄のフォルゴレを唱えると瞬く間に復活。ガタガタ震えながら計算発ものザケルを浴びており、続けて無情にもキャンチョメが歌い出すも、普通の人間だということをアピール。ここの場面はアニメでも面白かったですね。ですがキャンチョメの本が守るまでの価値はないことを言われると、固い絆で結ばれていることを公言し、キヨマロに先ほどの発言を公開させようとして、ボルクで大砲に化けるもまたザケルをもろに浴び、弾が出ない見かけ倒しだということを認め、乳首が黒焦げだということを理由に諦めようとキャンチョメに問いかけておりました。この際に第二の術を覚え、コポルクを唱えるも、フォルゴレは弱くなる術だと評し、投げやりになっていました。そして何事もなかったかのように、キヨマロの家を後にしました。同じ落ちこぼれだったガッシュが強くなっていたことでキャンチョメはとても落ち込んでいましたが、それを優しくフォローしたフォルゴレはかっこよかったですね。さすがスーパースターです。その後、ロンドンにてキヨマロたちと再会、お菓子店と花屋とおもちゃ屋に立ち寄り、それぞれの店員にセクハラしていたようでした。なんやかんやあって病院の3階からぶん投げられ、意識を失いつつも鉄のフォルゴレにて復活。そしてキヨマロの問いに答えると、間髪入れずザケルをもらう羽目に、ですがどうしても行かないといけない場所があり、フォルゴレは、多忙な中でも病気の子供たちのために病院を訪れて、先ほど購入したお菓子、お花、おもちゃをプレゼントし、コンサートを行うなど、あらゆる人のために活動をすることを惜しまない姿が描かれていました。子供たちのために仕事の遅刻は愚か丸々のすっぽかしも日常茶飯事の様子。まさにスーパースターと言えるでしょう。この姿を見たキヨマロは彼を認め生き残れよと告げており、今後、なくてはならない仲間となるのでした。その後なんやかんやあってキャンチョメがサーカス団に入り、その時出会ったルシカが泣いている姿を見たキャンチョメはルシカを助けたいと思い、その頑張っている姿のキャンチョメにそっと手を差し伸べてくれたフォルゴレ。まさにスーパースターと言えるかっこよさ、優しさで満ち溢れています。ルシカの笑顔を取り戻すためバーごとの決戦では、燃え盛る炎の中、ケツ丸出しで勝利に貢献していました。温かい目でキャンチョメを見守っており、感動と笑いを届けてくれるのがまさにスーパースターですね。千年前の魔物編では、キヨマロたちと再会し、潜入前にうるさいと言われなぜかフォルゴレだけキヨマロからチョップをお見舞いされていました。もちろん鉄のフォルゴレにて復活。千年前の戦いの際にはキャンチョメをうまくカバーし、時には大きなタンコブを作り、敵をうまく誘導する演技を見せるなど、まさにスーパースター。ガッ
ガンツとの戦いでは強烈な一撃をもらっても、鉄のフォルゴレで復活。その後ももう一撃もらっておりましたが、どう見ても首の骨折れてますよねこれ。ボロボロになりながらも無事勝利しました。操られていたパートナーたちに自己紹介した時は、まさにスーパースターであることを証明してくれました。そして休憩中には、暇だからといってブリッジをしておりました。さすがスーパースターです。また、ダルモス戦で清麻呂の撤退の指示を拒もうとする恵みたちを止めており、清麻呂の考えを尊重するシーンもあり、まさにスーパースター。その後、逆ギレ王子のベルギムイーオーと出会い、機嫌を良くするため父をもげを披露。もちろん逆ギレされましたが、キッドの活躍もあり見事勝利。レイラとの戦いではフォルゴレは名言を残しており、苦しんでいるレイラに対して、清麻呂は正しい。攻撃は必要ない。やばくなったら体を張る。など、冷静に物事を判断する姿は、さすがスーパースター。なんやかんやしっかりした大人です。ハウード編でも相変わらずキャンチョメのサポート。ハウードの元に行くことを拒む、キャンチョメを無理やり説得しておりました。理由はともあれ説得ということにしておきましょう。キース・ブザライ戦ではしょっぱなぶっ飛ばされ、なぜかキースと歌対決を披露。見事に隙を作りザケルガとザグルゼムを打ち込む、手助けとなりました。この戦いでは珍しく弱音を一切吐くことはなく、鉄のフォルゴレ、無敵のフォルゴレの姿を見せてくれました。しかし、キースの攻撃を何度も食らい続け、さすがのスーパースターフォルゴレのタフネスでも、一度は戦闘不能寸前まで追い詰められます。それでも仲間を守るため立ち上がるキャンチョメの元に駆けつけ、新たな術に目覚めた際は、普段口にすることのない言葉を発し、必死さを見せながらディマブルクを発動させていました。ディマブルクの強さもあってキャンチョメの頑張っている姿を見て、限界であろう体に鞭を打ち、見事に勝利に貢献。とても強くなれたキャンチョメを見てフォルゴレはとても嬉しそうにしていました。リオウ戦で清麻呂が心肺停止となり、サイフォジオでも息を吹き返さなかった際には、清麻呂の意志を継いで日本を守るためエリーたちと共にファウードを止めようとするなど、物事を見極める目も持っていました。さすがスーパースターです。ファウード編集版でのゼオン戦では、馬王に食われたガッシュに回復液をかけ、ゼオンに恐れることなく自ら盾となって仲間たちを援護しようとしていました。さすがスーパースターです。そしてクリア編序盤では、デフォーのアドバイスによりとんでもない力を手に入れたキャンチョメ。ですがその力により変わってしまうものがあるとデフォーに注意を言い渡されました。イタリアのミラノに戻りキャンチョメが固まった粘土を元に戻そうとしている時、フォルゴレは、優しい顔で見届けておりました。さすがスーパースターです。その粘土で強くてかっこいいライオンを作ろうとしていたキャンチョメでしたが、フォルゴレもライオンが好きかどうかを問われた際は、好きな動物はカバさんと答えておりましたが、キャンチョメにらしくないと言われていました。この時のフォルゴレの意味深な表情とてもかっこいいです。そしてその後、デフォーの忠告が現実のものとなり、ゴーム戦ではシンポルクにより力を手にし暴走していたキャンチョメでしたが、ゴームとミールを助ける形で身を挺し、キャンチョメの目の前で攻撃をやめるようにと立ちふさがりました。それでも攻撃をやめることはなく、ゴームたちにとどめを刺そうとキャンチョメはしていましたが、鉄の男は躊躇なくゴームたちを守っていました。キャンチョメはライオンのように強くなれたと喜んでいましたが、フォルゴレはライオンになってはいけないと言い、自分の過去について語ってくれました。フォルゴレの過去、そしてその異常なまでのたくさんの秘密も明かされました。かつてふるさとの田舎町に住んでいたフォルゴレは、今の姿からは想像できないほどブレており、ハードな不良風のいでたちをし、ライオンのように荒んだ心で暴力に生きる日々を送っていました。たまに人助けもしてはいたが、周囲から凶暴さをよく知られていたせいで助けても怖がられ、挙句の果てには両親から猟銃を突きつけられて感動されるという仕打ちを受けてしまいます。ふるさとを追われてからしばらく経ったある日、偶然店のテレビで牙に小鳥を止めているカバを見て、自分もカバのように不格好で良いから他人に受け入れられるようになろうと決心し、暴力と決別して俳優への道を進み、現在のように愉快で愛情あふれるキャラクターとなっていました。それがフォルゴレの過去であり、好きな動物にカバをあげている理由です。しかし、それでも両親は過去の出来事から未だにフォルゴレを怖がっており、面会を拒否され続けていました。キャンチョメにそうなってほしくないと願い、ここでフォルゴレ最大の名言である、この場面本当に最高の瞬間でした。何度見ても涙腺崩壊してしまいます。カバにさんをつけているあたり、本当にカバに対して敬意を表しているのがわかります。みんなに愛されるキャラクターというものに対し、カバさんの牙に小鳥が止まるというこの表現力、さすがライク先生と言わざるを得ません。そして彼の説得を受け、キャンチョメはゴームに魔界に帰ったら友達になろうと言葉をかけるほどに優しさを取り戻すも、
ゴームの本を燃やす直前、クリアノートの遠距離攻撃を受け、キャンチョメはパチプリオと共に魔界へ帰ってしまうことに、泣きながら友との別れを惜しみ、最終決戦直前にしてフォルゴレの戦いは終わることとなります。このシーンも何度も泣けてくるシーンです。本当に熱くなれるものがあります。ゴーム戦の後、キヨマロの家を訪ねており、ゴームを倒せなかったことを誤り、キャンチョメの未来をガッシュとキヨマロに託していました。その後、最終話でキャンチョメからもらった手紙にガッツポーズをして喜んでいました。何が書いてあるのかめちゃくちゃ気になりますね。以上になります。ここから余談なのですが、父おもげ収録時、担当していた声優である高橋本人はあまりにも恥ずかしい歌詞にやけくそで歌っていた模様。実際聞いててめちゃくちゃ歌うまかったですけどね。そしてフォルゴレの過去について、実は初期の頃からそれとなく示唆していた描写が散見されていましたね。魔物同士のバトルロイヤルという危機的状況下において一切暴力を振るうことはなく、いざ切れるとドスの効いた粗暴な口調になり、初期のキャンチョメとの出会いのシーンで、スター時代のものではなくライオン時代に着ていたのと同じコートを着ていたりしていました。この絵を見るだけでもフォルゴレの優しさが伝わってきます。これらの描写から、設定としてはほぼ初登場時点から存在していたと思われます。最初からこの設定であることを考えると、本当にさすがライク先生です。この設定によりスーパースターにさらに深みが増し増しになりました。いかがでしたでしょうか。フォルゴレの編集していて思ったことですが、一番今までで楽しかったです。フォルゴレは優しさの塊であり、いかなることがあろうともキャンチョメの味方となり、キャンチョメを一切傷つけることなく正しい方向に導いてくれました。鉄のフォルゴレとはまさしく自分の決めた信念をまっすぐ突き通せる鉄の心のことだと思いました。フォルゴレは口だけではなく全ての事象を完璧なまでに実現させるとんでもない男でした。鉄のフォルゴレ、無敵のフォルゴレ、さすがスーパースターでした。今回はここまでにしましょう。次回の金色のダッシュでは、皆さんお待ちかねのあのお方、作中一潜在能力を秘めていた、キャンチョメについて見ていきたいと思いますので、次回もお楽しみに。